はい、それでは続き遊んでいきたいと思います。まずはショップでいつも通りこれをいただきまして、貿易センターですね。来い、よし、やばい、来ましたよ。これで残りは11個ですね。もうちょっと、あと11個か。いや、もう少しですね。で、次が、ま、誰かが誰でしょう。あなたの体、ビーザル様です。分かった。それでいつも通りまずはアイン・ソフィルス。なんかイベントのやつお試しのキャラ使ってみたんですけど、お試しのキャラだとめちゃくちゃ速かったんですけど、レベル的には全然60とかだったんですけど、めっちゃ強くて、なんか調整されてるのか、それとももともとあの強さだったらだいぶ強いですね。溜めてたスタミナをそろそろ使うかちょっと悩んでおります。で、次はこれですね。155か。まあ一旦いつも通りクイーンに行きたいと思います。右上です。全希望参上、一緒に遊ぼう。カーリーさんも、あれですかね、しばらくしたら多分貿易センターに追跡されると思うんで、監督はこれ、まあ、気を長くすれば狙える感じですかね。完全勝利、やったね。右上か。右上は出てない、残念。倉庫刻印、はい、234、はい。イベントの方は釣りします。ここだ。あ、違う、君じゃないんだよ。ここだ。よし、ここだ。おし、よし、ここだ。よし、次にこいつ。あー、ミスった、やばい。よしよし、あ、遅っあの石取っちゃうとめちゃくちゃ時間かかるんで、ちょっとタイムロスがめっちゃ発生します。危ない。あ、このあ、取れんかった。魚さん取っときますか。うん、はい。
でかいやつと赤い宝石とクラゲさん取れば大丈夫ですかね。まさかの止まる。やばい、ミスターミスとりほにしとっちゃいます。ミスとりとかの感じでめちゃめちゃ遅いです。あとはこれが欲しい。あーやばいやばい、ミスです。ミスターミスりました。相当間に合わないかもしれない。はい、9秒8、いや、頼む、間に合ってくれ。4、3、2、1。うわ、しくじりましたね。外したのが痛かった。君じゃないんだよな。あ、チャンス抜けた。ここだ。よし。まあ、今回はもう。あれかな、こうポイント入らなくても無限にあれ集めれるんですかね。どうなんでしょう。2倍。ああっていう感じです。セット、うん、イベントストーリー全部昨日夜なんかポチポチしてたら終わりました。ここまでですね。でもこれとこれですね、意外と時間かかりましたので、あと何が残ってましたかね。あとこれか、デイリー受け取りまして、ウィークリーも受け取りまして、これか。はい。よし。そしたら、一旦エルダンニーさんをあげますか。6000か。よろしくね。ぎょい。うん？チップってのはチップってなんですか？チップってなに？アンロック条件。リーダーの目標的は、おお、すごい、何それ。あ、そんなのあるんですね、すごい。よろしく。チップありますね、これ。なんかそういうのがあるんですね。専用チップ、なんだそのチップとか初めて。よろしく。あ、レビアタ。今日貸しときますか。足りるかな。足りますね。OK。よろしくね。まあ、とりあえずレベル上げますか。それからか、攻撃力を押しましょうかね。セーフ
てほしい。悩みますね。カーリーさん、この手で痛い。あれですよ、あのこのキャラの攻撃力を上げたいんで、はいはい、呼んだ。どれかな、これを上げた方がいいですもん。ってことはですよ、突破させた方がいいですよね。ってことでここに行きましょう。160か。イベントのストーリーで強制的に誰かレビアタンさんを使う機会があったんですけど、意外と面白かったんですけど、なんか今までそれに使ったことそのお試ししかなかったんですけど、使ってみたら結構なんかモーション重めなんで、それが逆にいいみたいな感じです。これでスキルが上げれますので、これでもっと皆さんを守ることができますね。うん、あ、そうか、長押しよかったです。これでもっと皆さんを守ることができますね。なんだ、うん、なんかもらえるんですか。特にもらえないかな。これはエーテルゲイさんにはもう慣れ、 SNS やゲームは。よかったらあなた海流が奏でるメロディーの中、時々アドミンさんって不思議な人だなと思っちゃいます。OK で、ここにはまずお。ですかね。よろしく。ぎょい。あ。ぎょい。
どうしましょう。はいはい、呼んだ。まあレベル上げるとしたらここか。はい、いつでもそばに。スタミナを全部も使ってしまいますか。確かに持っててもしょうがないというのがしょうがない。70ってことは結構多分。全希望誕生。一緒に遊ぼう。こっち行かないとマックスね。もう一回ただレベル上がりそうです。全希望誕生。一緒に遊ぼう。重ねかけるよ。よっと。行きますよ。ゼロスピード。行け。さあ、進めよ。慎重に行こう。終わったら一旦レベル上げてみますか。どこで、あとあれか、レベル上がったか。レベル上がったら戦略戦で、まあそれは消費、消費しましょう。消耗申しましょう。消費しましょうか。上がらんかった。よし。レベルどこに行きか。はい。76でしたね。全然いい。アドミンさん、これからも精一杯頑張り。よろしく。はいはい。やっぱなかなかですね。じゃあ、スタミナがやっぱ圧倒的に足りないような気がする。でもレビアクさん結構いっぱいいたんで、レビアクさんを観察させて使うっていうのも面白そうですけど、まあでもそれでもまだ結構な稼いでますけど。レベル上がりました。
ポイントのそのストーリーで、新キャラスカリさんとか使ったんですけど、このキャラクターをコンピューターに操作して、自分がスカリさんを使って操作する与えたダメージが戦闘後に見れるんですけど、それがどのくらい6倍ぐらい差があったんですよ。そんなに差があると、やっぱり攻撃範囲めっちゃ広いんですよ。ザクで結構ザクザク効いたりするときにダメージを稼いだのかなと思いながら、不思議な感じでした。確かに攻撃普通に当たるじゃ足りないですけど、ありがとうございます、アドミンさん。これからも精一杯頑張ります。これでようやくステータス、ステータスレベル80とスキルは、とアクセスキーが60ですね。ガイアット3人。刻印はまだ全然途中です。ここも全部変えたいんですけど、全部あの集めたやつに変えたいんですけど、変えるか。厳選しないといけないから、そしてどうしましょう。英雄の左右。あ、そうか、でも監督しないと意味ないですもん。はいはい、呼んだ。あと11個、もうちょっとです。あ、悪夢さんはどんなかショップ、あ、何かもらえるんですか。やった、75。悪夢さんは、あ、更新来てますね。ってことは、いける？心配しないで。電気ボー参上。一緒に遊ぼ。身の程を決まりなさい。そっか。ゲージもある対象スローに対してレーザーフォンの発射です。どっちか選ばないですね。私が
謎の待ち時間いや、こいつは大変だな、あの画面なんか進化ですか、時間止まりますか。3分以内でしょ。全希望参上、一緒に遊ぼ。最初何分、10分か、残り7分までになってますね。この時も時間過ぎるのやばいですね。これも3分か。全希望参上、一緒に遊ぼ。休憩さまでいい。3ゲージを1分削ったら、まあ、ギリギリ、いや間に合わない、ギリギリ間に合わない。そんなこと言ってて。8分か。メルちゃん、よろしく任せて。
12枚持っときますか。思ったんですけど、これいけます、もしかして。ショップショップショップ、いけますね。やったー、ついに、ついに、ついに完凸じゃないですか。来た。ほら、ゴキも褒めてるよ。戦闘能力上がりましたこれ。お、22,270。よし、めっちゃ嬉しいわ。超越終わりました。それでは今回はこの辺で終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。